今回はですね、国会議員でありながら18歳の女の子とね、もう未成年売春パパ活、まあ、いわゆる売春でしょ。でしかもこの方はね、奥さん、子供さんがいらっしゃる、娘さんがいらっしゃるって聞いたんですけどね、いやすごいですね。どちらにしてもちょっとまあ羨まけしからんことでありますんで、ちょっとね事務所の方にお叱りの電話をしようかと思います。お名前、今回の方はね、吉川赳さんですね。吉川赳議員、もう自民党離党したということですけども、まあ、私広島出身のね岸田総理をちょっとだけ応援しているものとしてはこうね、岸田派の面汚しということで、その辺をまあ追求するのと同時にちょっと面白おかしくね、やっぱりこう本気でね、踊れやすどれやっていう時代ではないですから、恫喝するのは目的ではなくって、市民の怒りをね柔らかく伝えていく、闇なくね。じゃあまずはね、富士事務所の方に電話してみようかと思います。全くねけしからん吉川赳、ん電話出るかな。出ないかもしれないですね。あくまでもね、岸田総理のこう支持者として吉川赳議員どうなってるんだということでね、お叱りの電話をしようと思うんですけども、富士の事務所はつながりません。三島事務所に変更しましょう。はい、けしからんね、にれなれ。でもちょっと事務所をね、自民党離党してるんで、両方とも事務所はちょっとね閉鎖されてるのかもしれないですね。となると国会事務所に電話をして呼び出してもらうってことになります。お、通話中になってますんで、三島事務所はどうもいけるみたいですね。じゃあしょうがないから衆議院議員会館ですね、こちらの方にしつこく行きますよ。ダメだ、通話中だよ。ということで、電話攻撃、とりあえず、一発目は失敗しました。いや、10時ジャストにかけてるんですけどもね、ちょっと今のところダメですね。あ、でも他にもね、御殿場の事務所とか、函館の事務所があるみたいなんで、そっちの方に行ってみましょうか。8人。まずは御殿場の方です。まだかかりますよ。すごいですね、いっぱい事務所があって。どうでしょうか。まあね、こんにちは。どうもおはようございます。朝からすいません。こちら吉川赳先生の事務所でよろしかったでしょうか。はい、私広島でですね、岸田総理をずっと地元で応援していた久保というものでございます。どうもお世話になります。誠にね言いにくいことなんですけども、今回の件について、いや一言、はい、はい、はい、それがね、他は全部塞がっててね、ここにたどり着いたんですよ。そうですか。そうか。まあそういう立て付けですね。ではですね、伝わるかどうか分かりませんけども、短い伝言をお願いしたいと思います。はい。はい。私、広島で長年、岸田総理を応援してきたものとしてですね、今回のことはね、いい岸田の面越しですよ。直接、ですよね。で、やっぱり私もね、同じ年代なんですよ。赳先生とはね。で、思いを同じくして遠くから見守っていた部分もあるんですよ。今、末はね、なんかこう、総理か大臣かって言葉昔ありましたけども、まさに大臣をね、目指してほしいな、総理を目指してほしいなと、まあ少しは思うじゃないですか、やっぱり応援してる人だから。で、それがね、やっぱりこんなことでつまずいてほしくないなと。うん。多分女性として同じ思いだと思うんですよ。情けないな、男は、みたいなね。いや、同時にね、これね、男の代表の辛い腰ですよ。いや、私も奥さんにね、あんたもやってんじゃないのと怒られたじゃないですか。いいとばっちりですよ。俺は違うよって言ったけども、どうかわかんないよってまた嫌味言われましたよ。でしょ？まあね、我々の税金踏んだくってね、女の子に払うってどういうことだっていうのはちょっと怒りたいんですけども。まあ言いたいことはね、やっぱりこう、議員としてね、能力がある方だと思いますから、若い女の子とエッチなことしたいのは分かります。それは同じね、男として。でもそこをね、気高く我慢して、私たち有権者のためにこういう時期でもありますしね、難しい時代を一緒に乗り切ってくださいということで、応援というか叱責というか、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうも、お忙しいところ。ああ、そうですね。なんとなく応援したいような気はなくなってきますね。こういうことだと。ねえ。そうですね。同時にあれですね。女の子にも、おじさんお金で釣られることのないようにちょっとね。まあ、女の子は悪くないと思いますけども、ちょっとなんか事情があったと思いますけども。もう私たちこういうチャンスないんですから、もう、そういう妬みもあるわけですから。もう奥さん一筋ですから、私はね。はい。じゃあ、本当にね、はい、いい世の中作っていきましょう。ありがとうございます。どうもどうも。はい。ということでね、面白おかしく自分の言いたいことは言うということ。これが大事ですよ。やっぱりね、窓口の人もね、なんかこう、電話取るのね、気持ちが重くなっちゃいますから、クレームはクレームで受け取るんだけども、ちょっとまあ、受け取り方っていうんですかね、投げ方っていうのもありますんでね。まあでもこんなことでは伝わんないですよね、多分ね。まあでも私のスタイルなんでこれがね、言いたいことは言うけれども、とりあえず聞くのは本人じゃなくって、電話番の方じゃないですか。その方を怒ってもしょうがないんでね。それを分かっているから、直接本人が出るんじゃなくて、電話番の方が出るようにね、オペレーターさんに任せるんだと思うんですよ。でも今電話口で出てくださった方ね、女性だったと思いますけども、いやーやっぱりね、なんて男は情けない、しょうもないなって思ってると思いますよ。いや本当にね、男全体をくくられるのもね、迷惑な話なんですよ。これもね、この吉川赳衆議院議員のせいだぞ。ガーシーに言うぞこの野郎って感じで、今日は以上でございます。ありがとうございました。